はいどうもセブンと申します。で本日もね、実況プレイやっていきたいなと思うんですけども、前回ね確かなんかミラージュっていうボスが奥で待ってるぜって言ってたからちょっとそこ行ってみようかなと思います。どうしよう。これが女王の間で、こんな寄り道って書いてある寄り道ある？めちゃめちゃ興味あるじゃん。行こう、ちょっと寄り道しますね。ふう、エントランスはまだ明るいので安心できますねと。そうだねって、けけけけ、またお前かテレサさん。テレサ警戒しなくてもいいぞ、俺はお前たちにプレゼント持ってきただけだ。けけけ、絶対嘘じゃん、絶対嫌なやつだよね。そのプレゼント警戒解くんだマリオ。鏡のラケットだ、お前たちに必要なものだろう。だがただでやるのはつまらない、できるだけ長くラリーを続けて目標ポイントを達成できたら実力認めてこれをやるぞと。10ラリー続くたびにボーナスポイントをつけてやるが俺は手加減しないぞ。けけけ、なるほどね。マリオさんチャレンジしましょう。強敵に立ち向かうにはたくさんのラケットが必要ですと。なるほど、まあ壊されてもね。鏡のラケット耐久度低そうだけどな、一瞬で終われない。ラリーチャレンジ中級、ラリーを途切れさせずに300ポイント、前200ポイントだったね。ちゃんとね倒す気でくる。あっと、ちゃんと倒すできるの嫌だな、もうちょっと手加減してほしいな。はい、ドロップショット、何、ちょっと待って、強いな、ね、鏡のラケット欲しいな、鏡のラケット欲しいんだよ。よしブロック、よしよしよし、くったほら、じゃあちょっ、はいブロック、いやいやいや、これすげえボーナス作れねえの、左右に振っとこう。うおえきつい、これクリアしてから女王戦行きたいね。え、なかなかストーリーモード難しいな。この程度だ、そんなんじゃ手にラケットはやれないぜみたいなこと言ってない。失敗してしまいました、ラリーが続くように打ったらなるべくセンターに戻りましょうと。なるほど、あっとら、よしよしよし、うまくなってるね。ちょっと待って、あーだ、ちゃんと倒す気なの腹立つな。よいし、あー難しい、惜しいな。さあでもレベルも上がって、これレベル上がっちょ、もうすごい勢いでレベル上がっていくのいいね。ちょっとちょっとじゃなくて、うん、下手になってる。いや待って、勝ちたいな、勝って終わりたいね。
きついきついな。ちょっと待ってくれ。おー、クリアしそうクリアしそうクリアしそう。いけるいける、めちゃめちゃ続いてる。よしよしよし、よっしゃいって、あクリアだ。よし、回らなかったけどよし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 、あ疲れた。15レベルだ。瞬発力が上がった、いいね、いいよ。やったやった、やりましたねマリオさん、やりましたよマリオさんね、え見事だ。では鏡のラケットやるぞ。ありがとうテルサ、ミラーラケット、ちょ名前違うやないかいお前お前たちの健闘を祈っているぞ、キキキキキキ。おー、なるほどね、ありがとう。なんかなぜか味方だったな。これでステータスの、はいはい、耐久力も上がんの絶対下がると思ってた。最初のラケットなんてゴミみたいなもんじゃん。よし、だいぶ時間食ったな。よし、ちょっと女王の前行きましょう。やっとミラーラケットも手に入れたし余裕だな。女王の前、きっとここに鏡の女王ミラージュがいます。気を引き締めていきましょうね。カモンとかかってこいと。さあ行きましょう。対面鏡の魔女、女王、制限時間内にミラージュの館のボスを倒せと。どんなボスだこれは、これ女王感がないな。これがあっと急に出すんだよお前。どうやって倒すのこれ、ちょっと待って、わかんない。貯めて撃てばいいのかな。違う。だっ。くそ、ちょっと待って。説明もない。絶対これに当てんだよな。ここだ。違う、本体で良かったの？本体で良かったの？え、あんなに、まあんなに早く動くの当てんの無理か。怖くね？あ、いって。なるほど、これも、あ、ちょっと待って。これで避けんだね。わかりました。ほら、これ貯めていく。よし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 。あぶね、いた、え、ちょっと待って、うわ、あぶねえとか言いながら当たった。ちょっと、あーちょっと、おお間に合う。スライスショットばっか打ってくるな。スライスショットって言いづらいな。ほら、こいつのロープ曲がんね。はい、ブロック。ちょっと待って、邪魔よしよし、いって、ちょっと待って、全然
よしよしよし、全然ゲージ止められなかった。あーあーあちょっとラケットがやられる。あーミラーラケットテレサー、ごめんなテレサー、ウッドラケットで頑張る。ウッドラケットもちょっとこれちょっとやばいな、もう曲がりすぎ。着実にブロックしよう。あった、あずるいずるいずるい、加速出すの早すぎた。ちょっと待って、これ負けんな。ちょっと待って、むずいな。ちょっと待って、難易度調整どうなってんの。ダーン、ウッドラケットガモン。当たるかそんなもん。え、なに、打ち返せないよ。え、何、ちょっと待って、なんで打ち返せなかったの。ちょっと待って、ねえ、ねえ、恐ろしい強さです。鏡をなんとか避けなければ本体にボールを当てることができません。狙い撃ちを練習してなんとか守りを破りましょう。せやな。さあ何回でもやっていこう。やっとボス戦の仕様分かってきたんだけど、こうラリーを返すとあそこちょぼっとちょっとちょっと間に合え。あ無理だ。そのゲージが減ってってゲージ、ちょっと待って。説明できない。ゲージが、ちょ待ってねえ、ゲージが減ってって、そのゲージを、ちょ待って、え、なんで打てないの、意味わかんないんですけど、そのゲージをゼロにするとその必殺チャンスみたいなのが巡ってくると。なるほどね、完全に理解。あ、ちょ待って、待って下手下手だな俺。ちょっと待って、よし、ちょっと無理だよ。大丈夫これね。よしよしよし、ゲージも溜まっていく。よしよし、ブロックしていく。危ない。くそ、かかってこい。よし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 、あー、くそ、ウッドラケットも自慢が近い。ちょ待って、ちょっとあとちょっとあとちょっとなんだよ、あとちょっと、あとちょっとよ、ちょ待って、ねえねえねえ、あとちょっとだから、ギリギリでこう当たってからすごいなられてるな。よし、ブロックしていく。よし、真ん中で、さらに女性、真ん中めっちゃ塞い、あーちょっと隙間がある。ちょ待って、真ん中めっちゃ塞いでる。当たる、あ
当たる。ああ、あとちょっとじゃん。もう性格が悪いな。当たる。穴が開いた箇所開かない。よっしゃ、当たった。え、倒してる。よっしゃー。わ、すごい光り輝いてる。え、なに、なんか嫌な音した。大丈夫。なんもないな。おー、16レベル。いやー、強いなー。てかマリオテニスってこんな感じなの。嘘でしょ。むずい。いね、やった。マリオさん、宝箱ですと。2つ目のパワーストーン手に入れた。やったね。これで着実にパワーが集まってきますね。2つ目のパワーストーン手に入れましたね。あとは3つですと。その人を見たことのない恐ろしい敵でした。もしかしてパワーストーンのせいでこの館にあった鏡が力を持ったのでしょうか。次は雪、近くにある雪山でしょうか。丘を降りて、雪山の方へ進んでみましょう。いや、はい、了解です。いやー、すごかったな。よし、じゃあ痛い。ちょ、マイクが痛い痛い痛い。大丈夫かな。大丈夫かな。すごい音が鳴ってない。大丈夫。よし、 ではね、その本日はね、この辺で。うわ、強かった。楽しいな。でもマリオテニス、やっぱり。で、本日はこの辺で、失礼いたします。よかったらチャンネル登録とね、高評価の方をお願いいたします。それではまた、バイバイ。